んなに悪いことしてないですけどね。あれ、もう警察に通報するんだよ。おい、いや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 、どう考えてもこれの方がおかしいでしょ。いや、これの方がおかしいでしょ、どう考えても。日通3番って分かるか、日通3番って日通3番分かんない。まあ分かんないのか、分かんねえのが日通3番ってよ。あ、お前20年もやってないんだな、こんだら。代表者に聞いてみろ、日通3番のとこでやらかしたから怒られたって。お前中央分離帯寄りに車体寄せたろ。そこだよ、そこ青函通り、車体寄せたらええのな。自転車手伝いて自分前向きなくて寄せたんじゃねえだろな。あの線路に止めんのか。まあ、話聞くから降りたらどうなんだよ。強制はしねえけどな。どっから避けられるぞ、ほら道路も。強制はしねえけどよ、話聞くよおめえよ。何もやってないですねとか言ったろてめえ。何もやってないは言ってないけど。あったじゃねえよな。話聞いとるから降りたらどうなんだよ。強制はしねえぞ。わかりました。これの方がおかしいでしょ、どう考えても。おい、また寄せたらええこら。寄せたんじゃねえだこら。何もやってないですねとか言ったろてめえ。何もやってないは言ってないけど。あったじゃねえよな。話聞いとるから降りたらどうなんだよ。強制はしねえぞ。わかりました。